の映画としてはとても見応えがあったし、あの最後まで結構集中して見続けることができましたけど、やはり最後のオッペンハイマーに対してのアメリカの裁判であるとか、ああいう場面に関してはすごく随分違和感がありました。クリストファー・ノーランの監督の作品はかなり好きなんですね。なので映画としてはもちろんすごかったですし、アメリカでアカデミー賞を取れたっていうのも納得がいく作品ではあったんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり原爆を肯定するような表現だったりとか、そういったところはですね、まあ、広島にルーツを持つものとしてはなかなか見てて辛いものがありました。はい、まあ、特に日本人が見るべき映画ではないのかなと思いました、ね、今回の映画だったらその発明した側、まあ、そのアメリカの視点に立ってその今回映画が進められてて、で思ったのはやっぱり確かに広島とか長崎とかその落とされた側も被害者ではあるんですけど、そういう開発者側も実際はそういう実際加害者の一人にはなると思うんですけど、その戦争に巻き込まれた被害者の一人だなって思いました。 Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.